新潟市民芸術文化会館リュートピア専属のダンスカンパニーノイズムと佐渡を拠点に活動する太鼓芸能集団鼓動が来月初めて共演します。今日リハーサルが公開され、その迫力が垣間見えました。しなやかな動きに合わせられる和太鼓の力強い響き。新潟市民芸術文化会館リュートピアで公開されたリハーサルです。演目は鬼。佐渡市を中心に県内を巡った作曲家が伝統文化などから着想を得た新曲で、鼓動の演奏とノイズムの舞が融合します。女の子たち上上がったら両手上のまま回ってて、こう動かさない、両手上で回ってて、で下ろし始め全員一緒に、それが照明のダウンきっかけだ、はい、ノイズムと鼓動は新潟を拠点に世界で活躍している共通点があります。今回の初共演はノイズムの芸術監督である金森丈さんの働きかけで実現しました。やっぱりちょっと振動のレベルが違うというか、本当にこう体に強烈に響いてくる種類の楽器なので、もろ舞踊家たちは影響を受けつつ、それを力に変えたり、逆にそれを引っ張り出すような体だったり、今まで感じたことのない感覚を味わえてますね。ですけど、すごく贅沢な空間と時間の過ごし方だなって感じますので、もう単純にその空間に身を投じに来ていただきたいなと思ってます。ノイズムと鼓動の初共演、来月1日から3日間の新潟公演を皮切りに全国各地で上演されます。新潟公演のチケットは完売していましたが、あさってから追加販売が行われます。